アニメ進撃の巨人の最終回ザ・ファイナルシーズン完結編後編が11月4日24時から放送されました。自分もディアタイしてましたが、最初から最後まで涙が止まらないくらい、ストーリー、作画、音楽、声優の演技、全てが神がかってました。番組放送後、担当声優さんが公式 X にて様々な思いを綴られています。ということで、この動画では最終回放送後に声優さんたちがポストされた進撃の巨人への思いをご紹介していきます。担当声優さんで、そもそも SNS をされていない方や動画作成時点でポストされていない方については含まれていませんので、ご了承ください。あと、最終回を未視聴の方はぜひご覧になって余韻を感じながらこの動画をご覧ください。それでは見ていきましょう。エレン・イエーガー役、梶裕貴さん。ありがとうエレン、ありがとう進撃の巨人、大切なみんなにありがとう、行ってきます。ミカサ・アッカーマン役、石川由依さん。ミカサ、よく頑張ったね、行ってらっしゃいエレン、そしてありがとう、大好き。アルミン・アルレルト役、井上麻里奈さん。放送直前に、行こうエレン、そして放送後、ありがとう、行ってらっしゃい、また会おう。ベルトルト・フーバー役、橋爪智久さん。10年この素晴らしい作品に携われて幸せでした。最後を見終えて、さまざまな感情が頭の中を駆け巡るので、2000年もしくは2万年後の君へを聞きつつ過ごす。まだアタックオン体感ファイナルでベルトルト役として舞台に立てるので、まだ完全には彼との絆は終わっていない。最終回本当素晴らしかったです。アタックオン体感ファイナルとは、アニメ進撃の巨人10周年と完結を記念して2024年1月27、28日に K アリーナ横浜で開催されるライブフェスの Day 2のイベントのことです。詳細は概要欄に貼っておくので、興味のある方はチェックしてみてください。兄レオンハート役、島村優さん。おはよう、新しい一日が始まる、それが切ないし頼もしい。進撃の巨人が最終回を迎えました。見届けてくれてありがとう。これから最終回をご覧になる方もありがとう。そしてこれから進撃の巨人に出会う方もありがとう。ジャン・キルシュタイン役、谷山紀章さん。最愛のあなた、ここでトワの居眠りにつくか。余韻が思ったよりも大きくて、わしが眠れんのじゃけど。このポストの意味ですが、最終話のラストをご覧になった方ならお気づきでしょうか。よくわからないという方はお墓をよーく眺めてみてください。コニー・スプリンガー役、下野宏さん。およそ10年、本当に長い戦いでした。コニー、一緒に戦い抜くことができて本当に良かった、ありがとう。でもまだお別れじゃない、来年1月もよろしく。サシャ・ブラウス役、小林優さん。アニメ進撃の巨人、10年間お世話になりまして本当にありがとうございました。進撃の世界で大好きなサシャ・ブラウスさんとして生きることができて幸せでした。アニメやイベント、進撃巨人中学校など大切な思い出ばかりです。来年1月のイベントも楽しみです。ヒストリア・レイス役、三上しおりさん。ずっとドキドキしてる、目を閉じるといろんなシーンが蘇って眠気が全く来ない。ハンジ・ゾエ役、パク・ロミさん。最終回放送直前に、ああようやく来たって感じだ、みんな頼んだよ、心臓を捧げよ、見てるよとポスト。そして放送後、うん見ていたよ、やっぱり進撃の巨人のみんなって素晴らしいな、長い長い戦いお疲れ様でした、心から感謝です。ハンジ、あんた本当に最高だったよ、会えてよかった。最後に一言、まったくエレンのバカがさ。ハンジさんのこのシーンは思い返すたびに目頭が熱くなります。調査兵団第4分隊副長、ハンジが分隊長だった頃の副官、モブリッド・バーナー役、西凛太郎さん。最後の戦いには参加できなかったけど、テレビ画面最前線で皆さんの戦いを応援することができました、本当にお疲れ様でした。精鋭部隊班長、リコ・ブレツェンスカ役、カイデン・ミチコさん。10年見届けました、ものすごいものを見た、魂と気迫の塊だった、しばらく見返せないくらいずっしりきた、感想をと思ったけど言葉にならないや、すごい作品でした。ただこれを見られたことに感謝。駐屯兵団の女性参謀、アンカ・ラインベルガー役、葉山郁美さん。アンカ・ラインベルガーとして関われて幸せでした、10年間ありがとうございました、お疲れ様でした。固定砲整備4班所属、イエーガー派の一員、サムエル・ディンケ・ジャクソン役、高橋健二さん。進撃の巨人、ディアタイで見届けました、ただただありがとう。第104期訓練兵団卒業生、フランツ・ケフカ役。そしてトロストク奪還戦で調査兵団が捕獲した2体の巨人のうち、ハンジに名付けられた4メートル級巨人、ソニー役、大隈健太さん。今回ましてや最近は出演こそしていませんでしたが、僕にとってとても思い入れのある作品です。第1シーズンに参加させていただき、フランツやソニー等のいろんな役をもらい、作品の世界に役として生きるということはこんなに大変なんだ、
すごいんだといったことを学ばせていただきました。反マーレ派義勇兵リーダーイエレナ役、サイガミツキさん、進撃さん、アニメオリジナルでイエレナさんも出たとか、なんだか嬉しくなった中の人でした。調査兵団所属の兵士マレーネ役、そしてマーレに移住してきたマーレ敵対国の少年ラムジー役、遠藤咲さん、言葉が出ないよ。はい、ということで以上が進撃の巨人最終回放送後に担当声優さんが X にてポストされたコメントになります。進撃の巨人は稀に見る神作品だし、エレン役梶裕貴さんをはじめ声優さんの演技が本当に素晴らしかった。もう一度シーズン1から視聴したくなりました。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。